ーク3位ルームさん、ルーさん、2位クロスダー君、クロスダー君さん、1位ヨネさん、ヨネさん、おめでとうございます。ありがとうございます。というわけでですね、うん、あ、そうや、ジュリーがね今日出演する予定だったんですけど、スケジュールの都合で出演なくなったので、うん、この3人で、はい、3人でやりたいと思いますね、うん、今日はまこさんもそういますけれども1月ぶりですか？あ、そうそうそう、1月あのアンニーさんがメキシコから帰ってきてる時に1回出てて、うん、それぶりです。2ヶ月ぶり、ちょっと久しぶりや。そうです、私と横山さん、そう、なんか、ね、3週連続でしてもらってて聞いてますよ、噂で、ね、いいでしょういいのかなっていうの。毎週水曜寝てないんでしょ？寝てなくはない、すごいよ、昼まで寝てるよって。あ、毎週昼まで寝てるっていう、すごいね、3週連続あります？今までない？今まで前代未聞らしいですよ、ね、同じ市場でない、すごい、すごいね、8、9年の歴史の中で。まあでもさあ、私はあの LINE ニュースで見たけど、うん、ねえ、なんか LINE ニュースで見たけど、はい、あの正式発表したじゃないですか、はい、昨日です。昨日、昨日とか、昨日やな、昨日、あ、昨日か、昨日ですね、うん、昨日の公演でね、そう、4月1日からミーヨンが総監督になります。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。新学期本当にね、感動するよ、うん、だってさ、なんでなんで、ね、ミーヨンさファンだったわけでしょ、うん、そうなんです、本当にね、それでさ、うん、やばいですよね、学力テストもさ1位じゃんだったじゃん、まあまあまあ、AKB 学力テスト、うん、センター AKB 学力、うん、そうですね、それぐらい AKB のことを愛してる人が純粋に、うんうん、こうやってね、順当に総監督になるって、うん、みんなが応援するよね。そうね、嬉しい、本当に。なんかでもミーヨン総監督の AKB もうちょっとやっぱ痛かったなっていう気はあるの、すごく、うん、そうですよね、寂しい。でも1ヶ月ぐらいそう1ヶ月で満喫してってください。イエーイ、ミーヨンイエーイ、ミーヨン総監督。やっぱなんかでも最近思うのはさ、マコもさ、まあ、卒業したりとかさ、ジュリもさ、うん、卒業したりとか、うんうん、していくのはやっぱさ、こう新しいことに挑戦することが多いやん、はい、メンバーで、ね、そうですね、ってなった時に、なんかミヨンは総監督になりたいっていうのが夢って言ってたやん、だから私はなんかその総監督っていうのをさ受け渡すっていうのを決めた理由には、なんか夢ってやっぱ言葉にしたら叶うんだなっていうのをミヨンが証明してほしいなみたいなのもあった、ちょっと多少ブラボー。雑雑、めちゃくちゃいい、めちゃ今いい話してた。そう、良さそうな話してた。でも本当にでもなんかそういうのいいよね、やっぱ AKB って夢があるじゃん、うん、そうですよね、そうそうそう、みんなだからなんか変わり目、季節の変わり目でもあり、その、うん、そうね、ね、夢への時期なんですが、はい、じゃあ今日のメールテーマをここで発表したいと思います。いい、何よ今日は。なんとメールテーマは、うん、アッテンデメールでーす。イエーイ、アッテンデ、アッテンデメールって何ですか？初耳ですよ。これは、なんやこれは。これはですね、以前の放送で横山さんが放った言葉、はい、うん、登れない山があってんで、覚えてますか？覚えてる、覚えてる。どのテンションで言ったんですかこれ？何があったか、ちょっと一回説明お願いします。説明すると、ボルダリングをロケでやって、うんうん、なんか1本目2本目はこう簡単に登れてんけど、うん、3個目が結構登れへんくて、うん、でもやっぱり登りたくなったみたいな、登れへん山があってんでみたいな、私にも登れへん山があってんで、もっと登りたい、もっとボルダリングやりたいってなったみたいな話をしたら、リカちゃんがなんか登山家だみたいな、それは登山家だみたいなことを言ってきて、仲居が言い出したんだ。そう、言ってきたんですよ、登山家。だから、ね、登れへん山があってんでっていうことで、もうその名言にちなんで、今回は〇〇があってんでという名言を募集したいと思います。あってんで、例えば、ね、例えば何、例えば何、スパゲッティを箸で食べさせる店があってんでとか。本当にフォークがいいね。フォークがお願いしたい。真冬に下駄を履いてるおばちゃんがおってんで。おまか。でもさ、俺小学生の時とかさ、半袖半ズボンでいねえんだよ、そこ見たやん、いた、冬もさ、そういうことや、そういう感じで
何かを、ね、何を片付けた今発見した時に出てきそうな名言送ってください。お願いします。あなたの名言をアルピニストユイが審査してちょっと待ってください。アルピニストって何なの？そうなの、私もねさっきそう番宣のさお家で言ったけどさ、何あれ私も気になってたんですよ。これはこれはキャップ発信じゃないの？無発信無発信大人ふざけ倒してんですよ。あと2回やからってこうやってアルピニストって何？アルピニストって何？アルプスアルペンアルプスアルプスの登山家ってアルプス登る人普通に登山家ユイってめちゃ恥ずかしいやん。アルピニストユイアルピニストに謝れそうよいい加減にせ本当の君らだぞ本物の登山家に謝らない大人2人アルピニストユイ審査よろしくお願いします。2人はないの？あかんね、なんかそのアルピニスト的なないあのあれないアルピニストマーコですかファッショニスタマコ。あいいバカにしてんだいいじゃん。おいファッショニスタマコ総監督総監督まず1ヶ月だろ1ヶ月もないねあと2週間ぐらい、ね、そしたらもうキャップは平社員になるので平社員メンバーになるのでよろしくお願いします。同僚です。同僚です。楽しい。総監督ニスト総監督ニストって何？はい、ということで受付メールアドレスは akb@allnightnippon.com です。メールの件名にテーマの場合はテーマ、感想の場合は感想と書いてください。ツイッターはハッシュタグ akb48ANN をつけてツイートです。お願いします。待ってください。どうしたの？浅草に紛れて席はしょうがない。席は大丈夫。あくびしましょう。この人あくびニスト、あくびニストマコ。はいはい、アクビニストマコだよ、はい、認めちゃった。アクビニスト、いやでもやっぱ私多分まあ多分実質最後になると思うので。そうね、ないとね、本当にね、うん、もう頑張ろうと思います。眠い、頑張ろうと思います。めっちゃ眠い。眠いの？今日は眠くないの？眠くない、なんでそんな目がバキバキ。本当だ本当だ、嘘嘘つかない。なんてなんてコンタクトが乾くぐらいって言った。本当だ適当やな適当やな。コンタクト適当かい、適当かいやと優勝やで。いやーやっぱとりあえず同意しとけばいいですよ。人間関係とりあえず同意。今日何してたんですか皆さん。どうですか。あ、私とゆくむさんは取材やって取材が一緒でしたね。そう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 。仲良しです。でも多そう。めちゃくちゃ多いよな最近、うんうん、多い、うん、やっぱそりゃそうだよね。明日も聞きたいよ。え、明日もそうラジオ。明日もあれはな、いや、うん、そうラジオも一緒。全部一緒ですよ明日。そうそうそう。え、明日は何？レッスンちょっとあって。あ、レッスンやるわ。今日レッスンもしてきた。何の何でしょう何でしょうそんな複数。ああ、うん、あレッスンしてくださいレッスンをしてここやね。空き時間何してた？空き時間は家で寝た。ああいいね。そういやだから眠くないんだ。そうや。マコは今日は？マコは朝打ち合わせをして、うん、お昼にサンミュージックのお仕事一個撮影して、うん、その後はあお松さんと、うん、あの衣装のお松さんと、うんうん、そう打ち合わせがてらの夜ご飯食べ行ってここに至る。なるほど。ここに至る、うん、働いてるよ働いてるよ。楽しみですね。働いてるよ、うん、だってそのねフェス、そうや、もう発表されてるんですよね。そうなんです、発表されました。私そう AKB48 ブロック、はい、選抜ブロックで私の卒業セレモニーを少ししてくださることになりまして、ありがとうございます。ね、そう、そう、それ寂しいですね。それにそうまつわるね、打ち合わせをまつわるしてきましたのでお楽しみに、うん、本当に、うん、ね、野外であんな大きいところでできると思ってなかったから本当に、ね、ね、アイドル、うん、最後のアイドル姿を、うん、大きいステージで踊るのは最後だと思うので、うん、見に行ってください。応募したよって。ありがとう。始まってるんだ、うん、早い、嬉しい。行きたいけど、どんな感じなんですかね、フェスは。ね、初めての試み。新しいよね、うん、どんなんなんやろ。セレモニーやってんで言えばよかった。それだったわ。やってんで。確かに。でもつけとけばどうにかなりそう。そうね、今日そうだね、今日困ったら とりあえずね
あ、視聴者1万人ありがとうございます。しかもなんかいっぱいあれも秋元康、うん、秋元康って何で言ったん？見間違えました。出た？出たんでいた？全然違いました。今違いすぎる。それはタカポン、アットマコカミさん、カズキチさん、マルさん、ゴッドライトさん、ゴッドライトさん、はい、韓国語の方、なんて読むんですか？あ、クリクリちゃん、クリクリちゃん、登山家マーちゃん、ゼニガメさん、クリクリ、タイラー、スリーさんがタワー、すごい、タワーミラー、ありがとうございます。ありがとうございます。タワーがあってんでってことタワーが立ってんで。おー、何やる？ゲームやります。何、何ゲーム？3週連続の何ゲーム教えて。マジカルバナナゲーム。マジカルバナナ、いや、よそさまな、いやいや、よそさまなのこれ。よそでもマジカルバナナって何だ？バナナといえばなんだ。あ、そう、行ったらなんとか、やろやろ、レスキーさんも大好きなんだ。学校みたいなの大好き。じゃあミヨンから。私から、うん、こう行く？うん、こう行って、こうね。頑張って。もうやめて。こうね。そのくらいは毎週やって。風感じる。一回後ろの。で、こうね。やだ。こうぜ。やだ。あ、やるぞ。こうは。マジカルバナナ。何から、何から、何でもいい。マジカルバナナ。そんな感じなんだこのゲーム。やめた。バナナからいいよ。バナナから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 。ミヨンから。ミヨンから。ミヨンから。ミヨンのことバナナって言いました。いや。バナナって言いました。人の名前として今バナナって言ったの。そうやね、バナナから始めようじゃなくて、ミーヨンからバナナちゃんから始めようみたいな。違って、なんか思いついた。ちゃんと始めよう。せーの、マジカルバナナ。山と言ったら自然、自然と言ったらお水、お水と言ったら美味しい、美味しいと言ったらお肉、お肉と言ったらジョジョ園、ジョジョ園と言ったら焼肉、焼肉と言ったらタレ、タレと言ったら塩、塩と言ったら胡椒、胡椒と言ったらケチャップ、ケチャップと言ったらマヨネーズ、マヨネーズと言ったら白い、白い、白い、白いと言ったら卵の白身、卵の白身と言ったらホットケーキ、ホットケーキと言ったらあったかい、あったかいと言ったら夏、夏と言ったらハワイ、ハワイと言ったらアロハ。バカっぽバカっぽ。いや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 、なんで結構変なの多かった。それ一生続けれるわ私ら。いやいや、ね、もう一回よ、もう一回よ。強行突破しすぎたら取れたんやん。私そなた様が、あまりごめんな。マコさん、何でも、何でもないの。マジ、まだ整ってなかった。整いました。はい、マジカルバナナ。ハサミと言ったら茶色。ちょっと待ってください。はい、はい、ストップ。いい、いいです。整ってなかった。はい、整ってなかった。整ってなかすぎる。どういう意味って偏見で言われた。ごめんって。ハサミと言ったら茶色。マコの家のハサミの色。ごめんって。始まって、もう一回行こう。いいよ、ゆっくりでいいですよ。はい、はい、整いましたか。で、また整いました。ハサミから始めた。ちなみになんだけど、なんか目の前にもないし、ね、別に。急急なんでな。整いました。はい。大丈夫？結構気をつけてくださいね。待って、怖いよ、無理だわ、そんな。絶対なんか難しいのかよ、難しいの、難しいの、難しいの、飛ばす？そういう予告怖いんだけど。あんの、そういうパターン。いくよ。マジカルバナナ難しいな。マジカルバナナ。ショールームと言ったら前田さん。前田さんと言ったら前髪。前髪。ショールームさん爆笑ですよ、これ。言っときますね。やば。面白くなったでしょ。これはやばい。イメージまずそれがない。めっちゃリエスだっておとなしそうなショールームの方で、今日は女性の方 笑いすぎだから。だってそんなに笑ってくれるのはいいんですか。でも最近髪の前髪短くしてますよね。そう
わいい。怒られるって書いてある。怒られる。でも優しいからね前田さん。あ、キャップか。じゃあ次。え、そんな後に無理だわ。いいよ、何でもいいんだよ。12個。怖い。シンプルにいきましょう。普通のマジカルバナナしよう。あ、いいよ、いいよ。マジカルバナナ。バナナと言ったら黄色。黄色と言ったらレモン。レモンと言ったら酸っぱい。酸っぱいと言ったら酸っぱい。メモし。ねそりゃそうかんと交代だわ。いや、なんかマジカルバナナで決めてた。マジカルバナナできないのは初めてじゃないですか。3週やってるから。3週やってる。ごめん、もう一回やってください。もう一回お願いします。特訓の末の。特訓の末。これだけすみません、ね、ちょっとやっぱ前田さんの方が良すぎてさ。ありがとうございます。やっぱ前田さん、ね、余韻余韻余韻がちょっと。じゃあミヨンからお願いします。じゃあマジカルバナナ。メガネと言ったら秋元先生。秋元先生と言ったら歌詞。お菓子じゃない。お菓子のさとプッていうのちょっとダンス入っちゃった一泊じゃあそこから行ってね。お菓子秋元さんと言ったら歌詞。歌詞と言ったら最高。最高と言ったら最高かよ。最高かよと言ったら花ちゃん。花ちゃんと言ったらニコニコ。ニコニコと言ったらまこさん。まこさんと言ったらかわいい。無視してる。かわいいと言ったらまこちゃん。あれ、まこさんと言ったらかわいい。かわいいと言ったらみーよ。みーよと言ったら総監督。総監督と言ったら4月。4月と言ったら卒業。卒業と言ったら悲しい。悲しいと言ったらまこさん卒業が悲しい。まこさん卒業が今日どうしたんだよ。なんか3週やってるんでしょ。どっからちょっとねー、おかしくなってるわ全部が。前田さんからだ。いや私だ。前田さん。いやちょっと面白すぎたわ。なんだこりゃ。ダメだ、グダグダや。やってみろ。しーちゃんに電話してという謎の。なんで？しーちゃん何してるんですか。何してんのやろ。めっちゃ言ってる本当だ。しーちゃんに電話してってちくわぶさんが言ってるよ。ちくわぶうまいよな。うん。ねちくわぶ。ってね、関西にないって言ってたじゃないですか、キャップが。え、あった。いや、ない。え、合ってるやん、じゃあ。怖い。なんの沈黙なの、これ。合ってるやん。ゆうさん、4月卒業なのだって。卒業じゃないよ。メンバーが平社員っていう言ってたけど、メンバーになります。はい、メンバーになる。そのくらいは。メンバーでいます。メンバーで。ん、ちくわぶの話は何だったんですか。終わり。そんなのあったっけ。怖いからねえ。怖い怖い怖い。みーよ、何言ってんの。違う、夢見てたのか。私夢見てたもん。なってんで、ちくわぶの話は。まこちくわぶ。ちょっと怖いコンタクト。あ、なんかサカサしちゃった。ちょっと視界が歪んでたんかな。今度かわいい。今度してない。してないで。してない。試合。何でもあります。いや、いいですよね。最近楽しいですね。ポンコってしますか。見て。何？何？ああ。なくなった。おい、コメントしないで一回。え、一回コメントないんだよ、無理。おーい、どれ。あー、あった、わかった。わかりました。え、これやろ。あー、なんで。わかんない、なんでやろ。さっきの話聞かれてたかな。聞かれてた。仲良しでしょ、3人、うん、なんか大丈夫っすか、だってねえ、何がやろ。何がやろ。ポンコティね。ポンコティって知ってますか。知らない。そう、このコメントも目立ってるよ。何、ね、マコさん以外全員知ってる。そうね、教えて。前回だけじわるっていう言葉を説明するのって難しいやん、うん、けどだからそれに変わる言葉みたいな、うん、これがこの言葉でじわるっていうのを説明しようみたいなのメールを、じわるエピソードを送ってくださいみたいな、簡単に言うと、うんうん、メールでラジオネームヒアウィーゴーさんからいただきました。めっちゃ覚えてる。僕の愛犬の名前がポンコティと言います。可愛いでしょっていうメールだったの。
も小峠さんが私に読ませるんですよえ、小峠さんここ来たの？小峠さん、あ、違う、さっきの本編で、あ、本編の時え、どういうこと？メールテーマは何ですか？自分ある何？あー、なるほどね。あと、どんなんがあったっけ？いや、私めっちゃなんかいろいろ覚えてるあ、いやでもなんか今こうやって言うと別に面白くないんですけど、その時間のそのテンションから面白い。なんか私のお母さんがなんかテルマエロマエを見に行ってみたいな。何やったっけな、テルタマエタロマエタッタみたいな、面白かったよみたいなどんな言い間違いっていうのとか、っていうのとか、じわじわ絶対来るよ。でもその時間帯のさ、深夜2時ぐらいに分かるよ、分かるでしょ。そうなの、ポンコティはやばいね、今でもじわじわ来る。そうそうそう、しかもその後にしかないよその犬の名前だって言ってる後になんか横山さんには1ポンコティあげますみたいな、わかる。でなんかな、何の単位なの？10ポンコティはなんか100ポン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 ですかみたいな。どういうこと、どういうこと、まあ、なんかそういう単位とかにして便利な言葉ね。なんか面積、ポンコティの面積を求める公式はみたいな、なんか何でもありなの、ポンコティって便利なの、マジ便利へーポンコティ、なるほどね、うん、じゃあ何でもいいの、何でもいい、うん、マコポンコティ違う、なんだじゃあ、そしたらもう意味がわかんない、なんか意味わかんないけど面白かったの。ポンコティが3つやめて、もうこの服気に入ってんのに消えへんよポンコティが 1,2,3,4,5,6 個6ポンコティやだもう、そういうこと、ね、そういうことじゃない、そういうことじゃないか、学習能力がもう早い、さすがだよ、早い、さすがポンコティだよ、すごい、みんなポンコティみたいどういうことや、もうマジで何でもいいそうやで、何でもあり、そうなんでしょ、何でもいい、合ってる合ってる、今日もじゃあ使っていきましょう、ポンコティね、そうしよう、引き続き、うん、楽しいショールーム、あー、面白いショールーム楽しい、あかん、もう深夜乗りだってもうあかんって、この乗りのままね、何があかんね、あかんの、ポンコティテロップやばくない、ポンコティについて、ね、ふざけてます、結構ふざけてます、ね、完全に前田さんから来るやばい、そうや、前田さんからだいぶやられてる、前田さん前髪ってところからおかしくなっちゃった、前田さん前髪どうなのか、後でウィキで調べる、あの、ね、最近は結構短くされてんのよ、うん、でもなんかあの最初はね、こういうね、私がやる前からやってたもん絶対これ長くて、ここ、ま、真ん中ら辺がちょっと割れてるんですよね、ほら、やっぱ思ってたんですよ、みんな思ってたうんって言うあやばい、テロップ消えたお仕事が早い、前田さんについて、前田さんの前髪について、前田ポンコティ、いやもうそれ前田ポンコティよあーやばあかんじゃんポンコティ投げてポンコティポンコティ投げてポンコティ便利だね、確かに便利やね、面白いやろ、めっちゃ面白い、なんでも OK、 明日初めてコストコ行きますやって、知らん、いいな、いいな、コストコいいよね、大好き、コストコ初めてこの間行きました、行ってたね、この間、うん、見た見た、コミとかと一緒に、いいね、楽しそう、生まれて初めて、そういう使い方したいですよね、友達と行って、うん、みんなでご飯お家で食べてみたいな、すごいなんか、うんうん、感動した、なんか美味しいパンがあるみたいな、あれコストコやんな、ポンコティポンコティパン、美味しいポンコティがあるポンコティある、チョコポンコティあ、チョコポンコティ、チョコポンコティ有名かな、クロワッサンポンコティ、あ、あるあるある、クロワッサンポンコティ、なんかいいよポンコティピザもあるもう何やねんポンコッティピザって、やばチョコポンコッティいいな、チョコポンコッティすごいいい、ゴロいい、うん、かわいい、チョコポンコッティ、すごい犬の名前なんだね、これ犬やねんて、ね、かわいいでしょ、かわいい、かわいいでしょ、ですね、珍しい、そう、うん、あんま生まれない子ゴロしてますね、すごいよな、どういうセンスがすごい、うん、思いつかへんくない、うんすごい
マコ悪ノリって怖い。ファンカジー感情見えず感情分かれ魔王のことがすごいね。注目してもファンコティって言ったらどうにかなる。ファンコティ、うん、怖い。え、もうあと数分ですか。うん、やばい。じゃあ最後に、うん、もう一回メールテーマですね、うん、アッテンデメールですよ。ポンコティじゃないよ。アッテンデメール、ポンコイチミオ。いやもうそうねー、もうさ誰でもいいじゃん。もうポンコイチねー、見せちゃった。大丈夫ですか。はい、今日はだから名言送ってくれたらアルピニストユイがね、アルピニストだもん。今日の主役はポンコティじゃない、ポンコティじゃない、アルピニストユイだから。アルピニストユイね。そうなんです。ってことでメールたくさんお願いします。他にも企画いろいろ、うん、ありますありますので、それだけじゃないので、ジュリさんの分までね。そうなんです、頑張ります。頑張りますよ。関西の人は彩り日記も見てね。お、見てね。宣伝見てね。 DVD も買ってね。買ってね。マコもいるよ。じゃあ、あと2、まだ2分だった。ランキング読みますか。あ、そうですね。ランキング読む。読めない。お願いします。5位から。5位から、クリクリちゃん、ナブルダン、ありがとうございます。ナブルダン。4位、グラリューさん、はい、うん、ありがとうございます。ございます。3位、ゴッドライトさん、うん、ありがとうございます。ございます。2位、ゼニガメさん、ありがとうございます。1位、マルさんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、辻庵さんも、あ、はい、タワー、タワーです。ありがとうございます。9年間の名場面もいくつか流すということで、はい、音源をね、楽しみ。9年間あと2回、そう、あと2回ですよ、今日合わせると。寂しいね。まあでも素敵な時間をお届けしましょう。そうしましょう。最後まで楽しみたいと思います。はい、お願いします。じゃあ後ほどです。はい、ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。